きっと誰かのいたずらよ。夕べ桟橋のカーニバルから帰ってきたら、ドリームハウスの様子がおかしかったのね。大騒ぎはしたくないけど、私の部屋がキラキラしてた。驚いた。考えすぎかもしれないけど、誰かがここに入ってたクッキーとラメをすり替えたのよ。それにプールでもおかしなことが。今朝人泳ぎしようと思ったらプールの中が。まさかこれはピンクの粉砂糖。番組自体は今回もうまくいってる。ここで終わりにしたくない。それじゃがっかり。普段はチェルシーがいたずらの名人だけど、チェルシーがやったとは思えない。私が犯人ならよかったのに。いたずらの天才ね。天才かはともかく、どうもおかしなことが起こってる。苦手だって。信じてもらえないと思って、だから今は黙ってることにしよう。番組内でクッキーを焼くのってすごく楽しいわね。粉砂糖をかける？粉砂糖？二人ともどうかしたの？そんな、何か変？まさか。ちっとも、二人とも全然平気。カラフルになりたい人？そうだ、今日のもう一人のゲストね。最大の達人なの。どの服が最大なのかは一目見ればわかるわよね。新しく進化したドリームクローゼットよ。なんてすごいの。最高。楽しい。うっとり。夢が現実になったの。表現の可能性は無限だもの。最高の舞台ね。準備するわ。これでバッチリ。これ見て。かわいい。うわぁ。なんて素敵な部屋なの。この部屋は匂いもいいのね。あれ待って、クッキーの匂いじゃない。いざキッチンへ。正直言って素敵な部屋よ。クールなデザインなのに、それを台無しにしてる。これも科学のため？ああ、呼び戻すのよ。困ったわ。どうなってるの？これも悪くないけど何が起きたの？これ以上黙ってられない。実は昨夜から何かおかしいって気づいてたの。ああ、言ってくれてよかった。私もよ。私も同じ。はあ。楽しいことならすぐ伝えようって思えたんだけど。複雑な気持ちって伝えにくいのね。でももう隠し事もなくなって、同じ気持ちで前へ進めるわ。事件の謎解きを。見つけたよ、手がかりだ。え？次回へ続く。